はい。えー、皆様、どうもお疲れ様です、えー。日本楽テクノロジーソリューションエンジニアリー本部の桑内と申します。えー、本日、えー、オラクテクノロジー、データベーステクノロジーナイトですね、42回目、えー、よろしくお願いいたします。で本日ですね、テーマは、えー、リアルアプリケーションクラスターズという形になります。えー、大変あの、前回ですね、2月、 実施予定だったですね、l r 分析の会ですね、4月の13日に予定をさせていただいておりますあの。ちょっと都合によりですね、日程変更させていただきまして、大変申し訳ございませんでした。で、本日はですね、リアルアプリケーションクラスターということで、まさにオラクルデータベース代表する技術ということが、まあ、ここにも書いてあると言えるかなというふうに思っておりまして、まあ、いろんなですね、データベース、オラクルデータベースといろんなところで 特に重要なシステムで使っていくにあたってですね、はい基盤になる技術というふうに考えております。本日はそこをかなり深掘りしていくというところで、特に本日はですね、講師からもお話あると思いますけれども、いろんなワークロードをですね、ラックで一度に実現できるというところはどういう技術かというところでですね、本日を深掘りしてお伝えをしていきたいと思います。 えー、ということでですね、えー、私の話は早々に終わりまして、早速本題に入っていきたいと思いますけれども、と本日、あのー、お話はですね前半後半というふうな形で途中で分かれております。えー、ですので、まあこうあの、始まってですね、えー、途中であの休憩も挟んで、それから Q&A というような形にしていきたいと思いますし、えーとまあ、コミュニケーションガイド次ありますけれども、Q&A ですね、 疑問だなと思ったときは、どしどしですね、お寄せいただければですね、途中でもですね、答える機会あると思いますので、ぜひ、あの、疑問に思ったタイミングでですね、Q&A していただければな、というふうに考えております。ということでですね、早速ですね、講師の、草壁さん予報からですね、具体的な内容入っていただければと思いますので、草壁さんよろしくお願いします。はい。 日本オラクル、草壁でございます。今、えー、スライドを移します。はい。映、えー、りましたでしょうか大丈夫でしょうかね。はい。えーえー、それでは、はいえー、本題に入らせていただきたいと思います。今日のテーマは、えー、オラクルリアルアプリケーションクラスターズということで、えー、あのーまあ、弊社オラクルデータベースのコンセプトとして、まあ、最近、コンバージドデータベースというコンセプトを打ち出しているんですけども、まあ、それを実現する、まあ、根幹に関わる技術の えー、深掘りをしたいと思います。えー、私、テックナイトはですね、えー、前回は、えー、2020年の11月でしたっけねあの、データプロテクションと ASM の、えー、深掘りの会を、えー、担当させていただきましたが、まあ、ああいう感じで、えー、深掘りをしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。 で、えー、アジェンダなんですけれども、まず最初に、まあ、コンバージドデータベースっていうコンセプトについて、まあ、簡単に、えー、ご紹介をさせていただきたいと思います。まあ、柱となるのは、えー、大きなテーマとしては2つありまして、えー、マルチモデルですね。あの、データベースが扱う、あの、データモデルの種類って、まあ、リレーショナル以外にもいろいろありますね。あの、それが、えー、オラクルデータベースは、あの、普通のデータモデルが扱えますっていう、えー、お話、まあ、簡単に 触れまして本題はマルチワーークロードの方ですあのデータベースが扱うワークロードの種類にも複数ありますね。あの対別するとトランザクション系と言われるような、あのいわゆる一つのリクエストがとても少ない行数を扱うんですけれどもあの、大量のユーザーが同時並行的にアクセスしてくるような処理ですね。 で、そして一つ一つのトランザクション、とても短い時間が求められるというようなトランザクション系がまずありますし、それらのトランザクション系が生成した注文などのデータの集合ですね、それを分析にかけたいというようなニーズもありますね。ですから、そういう分析系のような処理っていうのは、 一度の、えー、一つの処理が、まあ、大量のデータにアクセスするというような、えーまあ、処理があります。で、えー、こういうあの処理の傾向が違う、えー、ものを、えー、両方扱えるようにするというのが、えーまあ、マルチワークロードという意味になります。で、えーまあ で、ま、あ全段、え、簡単に、ま、そのお話を触れさせていただきまして、で、本題、オラクルリアルアプリケーションクラスターズのお話。特に、え、今日はですね、このマルチワークロードをどうやってクラスターで実現しているのか、というところを深掘りさせていただきたいと思います。でまず、あの、コンバージドデータベースという、え、 コンセプトなんですけどコンバージドデータベースっていう、まあ、機能とかサービスの名前じゃなくて、まあ、オラクルデータベースが提供するコンセプトの名前です。はい。で、まず、あの、まあ、大きく、まあ、3つ書いてあるんですけども、えー、多くのデータタイプと、えー、データモデルをサポートしています。 あのまあ、オラクルデータベースっていうのはあの世界最初の商用リレーショナルデータベースとして始まったわけですけれども、えーそ,まあ、その後、まあ、いろんな、えー、データタイプとかデータモデルを、えー、扱えるように、えー、してきたわけですねあの、まあ、古くからそのグラフ、えー、モデルなんかいや位置情報なんかも扱えますし、えー、最近ですと JSON 型の強化があ、まあ、著しいですねで他にもその 単なる文字列型ではなくてですね、まあ、あのいわゆるテキスト形式を、えーまあ、全文検索するような、えー、データも扱えますと。そして、えー、多くのデーワークロードタイプも、えー、サポートしていますあの。冒頭で申し上げたトランジャクション系とかデータ分析系のみならず、えー、最近強化しているのがそのテーブルに入っている大量のデータ をあの別の機械学習エンジンに移し替えるんじゃなくてですね、オラクルデータベース自身が、えー、機械学習エンジンを、えー、備えています。ですからデータを移し替えることなく、えー、そのまま機械学習にかけられるように、えー、していますし、IoT と、えー、ここで書いているのはですね、あの、とても、えー、細かい、えー、あのデータがまあ大量に飛んでくるようなケースですね。あの、一つ一つの、えー 処理はとても小さいんですけれども、それが大量に飛んでくるような、えー、あの、まあ、簡単に言うと、インサートを大量に裁くような方向も強化されています。そして、まあ、あの、ブロックチェーンの性質を備えとまあ、ブロックチェーン表というのも強化していますね。そして、まあ、それらから得られるメリットとしまして、まあ、開発者及びアナリストにとって最も生産性を高くということで、 複数のデータモデルや処理のタイプを扱えると、アプリケーションの開発にとってとても選択肢が増えるというようなえとをご提供するというコンセプトになっています。まず、そのマルチモデルの話なんですけれども、開発者にとって重要なことっていうのは、アプリケーションの 意味的なその適正なデータモデルが扱えるということと、えっとまあ、宣言的な SQL でアクセスっていうのはですね、まあ、SQL って、まあ、後であのちょっと触れるんですけれどもあの、データの入力と出力の対応の定義しか、えー、書いてないんですね。でそのあの その対応関係を導出するアルゴリズムはデータベースエンジンが自動生成するっていうモデルですね。で、だからそのアプリケーションのデータを取り出す意味だけを記述するというとてもあの実は先進的な考えでできている言語ですね。ですからデータモデルとその入出力のインターフェースだけを開発者には考えてもらおうという方向でできているということですね。そして トランザクションの仕組みですね。あの、まあ、複数のえデータを更新していて、えー、途中でクラッシュしても、えー、オールワーナッシングでちゃんと辻つ,つまがうんですよね。あの、ですので、えーまあ、リカバリの、えーのコードを、まあ、開発者に、えー、が書かなくてもいいというような仕組みを備えていますね。そして、えー、まあ、主要な開発言語。 をサポートしていますオラクルの SQL を呼び出すための、えー、アプリケーションを記述する言語ですね。まあ、Java ですとか PHP ですとか、まあ、その辺の、えー、メジャーな開発言語からオラクルに接続するドライバーというのがあの各種サポートされています。まあ、そしてまあ標準化された API で開発というのは、まあ、主にまあほぼ SQL で全部できるようにしていますね。 そして、利用者にとって重要なことっていうのは、まあ、あのデータの、えー、一貫性、つまりあの、まあ、当たり前ですけど、通、まあ、日もあ,のあったデータがいつ,、えー、いつも見えているっていうことが重要ですし、えー、可能であれば、えー、トランザクションが生成したデータをすぐに分析したい。なるべく、えー、時間のずれなく、えー、分析したいというのがありますね。そして、えー、当然ながら、まあ、セキュリティ、 ですねあのまあ、不正なアクセス、もしくはあの、まあ、データを集約するならば、えー、適切なアクセスの、えー、制御ができるということはもちろんですし、えー、信頼性ですね、あのまあ、障害が発生しても、極く短時間で運休、えー、可能であるということと、えー、スケーラビリティ、えー、ですねあの、アクセス量ですとか、まあ、データの量が増えたとしても、まあ、それに対処できる。えー 性能向上のためのリソース通貨が可能であるというようなことが重要になってきます。で、まあ、あの、ま、オラクルがサポートする主要なデータタイプとデータモデルとして、ま、簡単にご紹介させていただきますけど、左上、ま、リレーショナル。これは皆さんご存知だと思いますね。いわゆる表の形式で数値や文字を主に扱うというようなモデルですね。 で、右に行きまして、まあ、スペーシャルっていうのが、まあ、空間情報を扱う、えー、タイプです。実はこれ、まあ、相当古く、えー、これも20世紀から実はオラクル備えている、えー、機能ですね。そしてもう一つ右行ってテキストですね。これは、あのいわゆる、えー、全文検索をする、えー、機能っていうのがオラクル実は持ってます。で、まあ、C ログのようなですね、あのいわゆる文字、 文字列型の大きなものだけではなくてですね、あの、実は PDF とかを格納して、まあ、その中を全文検索させるというようなこともえ実は可能になっています。で左下行きまして JSON ですね。あの、最近の 21C とか 19C で特にあの、大きくあの、強化されているところなんですけども、最近ですとこの JSON を、えー あの、システム間メッセージなどに、えー、使うケースが、えー、増えてきたと思いますけれども、それを、えー、オラクルデータベースで直接、えー、格納できるような、えー、方向が、えー、まあ、強化されています。そして、えー、その右ですね、グラフですね。あの、グラフっていうのは、まあ、数学上のグラフですね。ノードとエッジの関係性ですね。誰と誰がつながっているかというような、えー、関係性の演算を、えー、 表現するデータモデルですね。そして一番右、これが 21C で実装されて、19C 19にもバックポートされたんですけども、ブロックチェーンの性質を持った表を作れるようになりました。これは簡単に言うと、一度インサートしたデータをですね、簡単に言うとデリートできないし、後で、まあ 改ざんされていないということ、検証可能な仕組みですね。これを、こういう性質を持った表が実装されています。で、もう一つですね、あの、ワークロードのタイプですね。で、オラクルも、複数のワークロードを同時に処理できる性質を備えています。左上、オンライントランザクション処理ですね。 多数のユーザーが、えー、同一の、えー、テーブルに、えー、アクセスしてくるようなタイプですね。いわゆる、あの、まあ、証券の、ね、トレーディングシステムですとか、EC サイト、ショッキングサイトなどが、まあ、こういうタイプですね。で、求められるのは、まあ、多数の、えー、同時ユーザーで、まあ、一つ一つのトランザクションのレイテンシャーはとても低いことが、えー、求められます。そして、右ですね。えー、分析処理。今度は、えー、 一つの処理が大量のデータを扱うというようなタイプですね。で、左下に行きまして IoT。まあまあ、これも、まあ、オンライントランザクション処理の、まあ、変形みたいなものなんですけれども、あの、まあセン、センサーなどから、まあ、連続して、えー、そのセンシング情報を、まあ、データベースにインサートするというような、えー、使い道ですね。 で、これに求められるのは、あの、レイテンシーの低いインサートです。で、まあ、それ用の、えー、データ構造っていうのが、えー、用意しました。そして、まあ、リアルタイムアナリティクスっていうのは、まあ、分析処理の、えー、延長なんですけども、あの、まあ、これもた、えー、大量のデータを、えー、アクセスするというような、えー、処理をい,まいかに早くするかっていう、えー、ワークロードですね。 き、えー、今日お話ししたいこと、えー、ここから本題なんですけどもあの、マルチワークロードについて主にお話をさせていただきます。でパフォーマンスとアプリケーション開発ということで、えっとま、データベースの,あの用途、えー、対別するとあの、ま、トランザクション系ですね、あの大量の、えー、ユーザーが、えー、同時並行的にアクセスしてくる。そしてま定理 電子が求められるというのと、えーまあ、ここで大量アクセス系って書いてますけども1つの、えー、処理が大量のデータにアクセスするというようなものを、えー、混在させることがなぜできるのかという点について、えー、お話を、えー、中心にお話をさせていただきます。であの、まあ、予告ではですねあの可様性の、まあ、障害発生から、えー、なぜ短時間で えー、復旧できるのかっていうところなんですけどここ、えーあの、残念ながらあの、とてもほんのちょっとしか触れられないです。あのなぜなら、この上の,あのマルチワークロードのスライドを作っている段階でもうちょっと時間切れになってしまいましたので、可用性の、えーとととえー、透過性については、ほんの少ししか触れられないです。すみません。はい で、えー、ここからですね、あの、本題入っていきたいと思います。まず、あの、ラックのアーキテクチャについて、えー、見ていきたいと思います。で、えー、ラックの、えー、物理構成なんですけれども、あの、あの真ん中に並んでいるのが、えーまあ、コンピュートノードって書いているのが、いわゆるデータベースサーバーですね。で、えー、その下に、 並んでいるのが、ま、ストレージのノードです。で、ラックっていうと、まあ、あの、共有メモリ型クラスターをっていうコンセプトなんですけども、実際にはですね、ま、Oracle Database 10G からですね、オ u t o m a t i c Storage Management っていう、ま、スケールアウト型の、ま、ストレージを組み合わせて使うということを想定していますので、実際は、ラックで え、コンピュートノードをスケールアウトしますし、え、ASM でこのストレージノードをスケールアウトさせるという、え、構成になっています。で、まあ、コンピュート、すべてのコンピュートノードは、このストレージネットワークですべてのストレージデバイスにアクセスできるという状態になっています。で、右上ですね、え、それ、すべてのコンピュートノードは、え、インターコネクトな、 ネットワークによって、コンピュートノード間に通信をするためのネットワークが構成されています。で、左上、パブリックネットワークって呼んでいるのが、いわゆるデータベースクライアントとデータベースサーバーを接続するためのネットワークですね。ですから、ネットワークとしてはこういう3系統につ,、えー、つながっています。そして、えーまあ、重要なポイントとしては、す、え、べ、ー、てのコンピュートノードは すべてのストレージにアクセスできるっていうのが、あの、ラックの、あの、まあえー、物理アーキテクチャの、えーまあ、最大の特徴になります。で、えー、この特徴から、あの、どういう性質が出てくるかっていうとですね、あの、左上のデータベースクライアントっていうのは、実は、えー、ラックのサーバー、どこに接続しても、えー すべてのデータにアクセスできる。というのが、ラックの基本的な考え方になります。そして、ストレージ上のデータベースのファイルの構造ですね、の中身っていうのは実はシングルインスタンスのラックも全く同じです。ですからデータモデル、スキーマ構造っていうのが全く同じ。そして、 え、ま、トランザクション分離レベルの挙動ですね。あの、いわゆる読み取り一貫性とか、あの、コミッテドリードとか言われやつなんですけども、その辺の挙動も、実はシングルインスタンスも楽も全く変わらないように作られています。そして、え、データベースクライアントから見たら、あくまで、え、接続したデータベースサーバーの上で、え、SQL を実行しているように見える。そして、 裏では、このメモリーの一貫性を複数ノード間で全自動で維持しているんですけれども、クライアントから見たら、シングルインスタンスと全く同じですね。あくまで接続したノードでスケール実行しているだけというように見えるようにしているというですね、クライアントから見た違いを全く意識させないということをコンセプトにしたアーキテクチャになっています。 ま、これが、ま、トランザクション向けの、えーアーキテクチャですね。そしてですね、あの、このすべてのデータベースサーバーが、ま、すべてのデータにアクセスできるということを、えかしましてですね、まあ、障害に、えどう対処するかなんですけども、あの、ま、クライアントが接続していたノードの、え 障害が起こったとしても、これ別の正常な、えー、ノードに接続できれば、この正常なノードは、えーま、た全てのデータにアクセスできますので、えー、ごく短い時間で、えー、アプリケーションを再開できるというような、えー、仕組みになっています。そして、えー、もう一つのワークロード、えー、分析系ですね。あのー、ここではですね、まあ、並列化。 なんですけれども、あの、並列化の、あの、大量アクセスする SQL を発行するときも、あくまで、まあ、クライアントはどこか一つのノードに、えー、接続するんですけれども、まあ、ここで、あの、まあ、フルスキャンするような SQL を実行すると、あの、複数のノードの CPU を使って、まあ、パラレル実行プロセスが、えー、によって、あの、 アクセスするデータの範囲を分割して、全濃度の CPU を使って並列処理可能になっています。はい。で、まあ、ここまでが基本的なコンセプトなんですけれどもあの、アーキテクチャ上のポイントとしまして、データベースのファイル構造ってどうなってるのっていうところをちょっとご説明してい たいと思いま,すまずですねあの、シングルインスタンス構成の,あのデータベースファイル構造のおさらいですね。で、上がオラクルインスタンスで、でまあ、下があのデータベースを構成するファイルなんですけれども、オラクル用語でデータベースというと、何のファイルを指すかっていうと、制御ファイルとデータファイルと、えー、オンラインリドログファイル、この3種類。 を指す言葉なんですね。で、えーまあ、シングルインスタンスを触ったことがある方でしたら、まあ、この図はご理解いただけると思うんですけども、ラックだとデータベースの構造ってどうなるかっていうと、実は、ラックのデータベースの作り方っていうのはあの、制御ファイルとデータが格納されるデータファイルは実は全く 同じですだから、ラック用の、えー、データベースをクリエイトデータベースするときっていうのはですね、オラクルインスタンスの数だけ RidLog、えー、と、えー、データファイルを追加するというような、えー、作り方になります。ですから、クリエイトデータベース分自体はシングルインスタンスもラックも全く同じで、えー、クリエ a トデータベースをした後にオラクルインスタンスの数だけ RidLog、えー とと、えー、領域を、えー、追加するという、えー、構成になってますで、えーまあ、それぞれのオラクルインスタンスっていうのは、あの実はあのインスタンスが起動している間は、うんえー、自分専用のオンラインリードログファイルと、えー、アンドル表領域を持っていて、えーまあ、それぞれの,あのリードログファイル、アンドル表領域は、えー、それぞれの,あのインスタンスからしか アクセスされないというような状況、構成になっています。ですけども、一番左の,あのデータが格納されているデータファイルは、すべてのインスタンスからアクセスされるというような構造になっています。で、ここでですね、あの、あのまあ、マルチテナントアーキテクチャの説明をちょっとしておきたいんですけど、まず、あのその前に、まああの、ここでもノン CDB 構成の ファイル構造ですね。あの、この図は、あの、先ほどの図をちょっと書き換えただけで、あの、ノン CDB 構成ですと、あの、一個のデータベースの中に、まあ、リードゥログファイルと制御ファイルとデータファイルだけがあるんですけども、あの、この赤で四角で囲ったところが、まあ、インスタンスごとに存在するファイルですね。で、これが、まあ、CDB 構成になるとどうなるかって言いますと、あの、 全体を、の構成を管理する、まあ、ルートコンテナっていうデータベースと、あとは、あの、アプリケーションごとのための、えー、プラガブルデータベースっていうふうに分かれるんですけれども、まあ、プラガブルデータベースっていうのは何、何なのかっていうと、データファイルだけのデータベースです。うん。で、まあ、ルートコンテナは、えー、まあ、全、全体を構成管理するだけで、ここには、あの、アプリケーション用の、あの、 表を作らないんですけども、これも一応データファイルも持ってますし、このルートコンテナがリードログファイルと制御ファイルを持ってます。で、これがラックになると、先ほどご説明した通り、リードログファイルとアンドゥー表領域はインスタンスの数の分だけあるという構造になっています。 で、えーま、ここまであのどんなファイルが、えー、共有ディスク上にあるかなんですけども、今度は一、えー、つのファイルが、えー、物理配置上どうなっているかなんですけども、これは、えーま、オートマチックストレージマネジメントを使います。はい。で、これのファイル配置の、えー、仕組みとしましては、えー、1個のファイルを、えー、エクステントっていうある程度連続した領域の、えー、に分割します。 そして、まあ、ストレージ、す、え、べ、ー、てのストレージデバイスにあの均等に分散する。つまり、ストライプスルーですね。そして、えー、もう一つのコンセプトとしまして、このエクステントのミラーを、えー、複数のデバイスに配置します。ASM だと二重化もしくは三重化が可能なんですけれども、えー、この、えーですね、ストレージ筐体が、えー、異なるデバイス上に、まあ、ミラー、 を配置するようになっています。で、まあ、このコンセプト合わせまして、まあ、ストライプミラーエブリシングと呼んでいるんですけれども、えー、まあ、この配置によって、まあ、あの、一個のストレージデバイスが、ま、障害を起こしただけでも、だけ、もちろん、あの、別のストレージデバイスがミラーを持っているので大丈夫ですし、あの、一つのストレージ筐体、 が丸ごと停止したとしても、そのミラーは必ず別のストレージ筐体にあるというような配置に、えー、なっていますね。ですから、まあ、あの、ラックの場合、あのまあ、全ての,あのインスタンスから、えー、アクセスされるデータファイルと、えー、インスタンスごとにアクセスされるオンラインリードルファイル,アンドル表力域あるんですけども、ファイルのレイアウト物理配置的には、えー、全てのデバイスに え、ストライプされているというような構成になっています。この、ま、ASM のコンセプトを正しく実装したのが、エクサデータですね。だからエクサデータって別にこの特殊な構成ではなくてですね、あの、データベースサーバーはラックでスケールアウトしますし、ストレージは ASM でス,スケールアウトするっていうコンセプトを愚直に、あの、正しく実装しただけです。はい。 でですね、あの、最近はほとんど言われなくなったんですけども、ラックは共有ストレージを使用しているからストレージ障害に弱いみたいなことをですね、あの、昔は言われてましたけれども、まあ、それを解決するために、まあ、ASM が導入されました。まあ、なんでこれストレージ障害に弱いって言われてたかっていうと、あの、多分これはオラクル 9A ラックの、あの、時まつまり ASM がまだなかった時、 の構成からそう言われてると思うんですけども、9 i イラックの時は、ストレージの構成っていうのは、基本的にストレージベンダーさんにお任せだったんですね。ですから、エンタープライズ向けの用途ですと、単一の大型ストレージを使用する傾向がありました。そういうエンタープライズ向けのストレージってもちろん、ネットワークインターフェースとかコントローラーとか、全部中身は上調化されてるんですよ。 うん、もちろんされている。ですけれども、あのまあ、構成図的には一つの箱に見えるので、まあ、そう言われる、えー、傾向がありました。で、まあ、実際、まあ、それで障害を起こすこともあったんで、ラック SM を導入して、まあ、ストレージ、えー、装置自体があの干渉しないように、えー、しました、はいで。ストレージ、えー、筐体をまたぐ、えー、ミラーを構成しているので、まあ、ストレージ筐体、 丸ごと1個ダメになったとしても、全データのアクセスを維持するというような構成が可能になっています。さて、ここからですね、e や、翻訳、あの、マルチワークロードがなぜ可能なのかというお話に入りたいんですけども、あの、まずですね、SQL の実行モデルのおさらいをしたいと思います。SQL ってどんな言語なんですけども、SQL って実は、えっと、入力と出力の対応関係のみを 記述しています、まあ、それをもってまあ宣言型って言ってるんですけども、プログラミングモデル的にはですね、これインターフェースを定義してるんですよね。で、えー、その対応関係を定義した SQL をの,あの手続き的アルゴリズムっていうのは、これデータベースエンジンが自動生成しますよね。で、そのアルゴリズムのことを、まあ、SQL 実行計画と呼んでるんですけども、えー、つまり、あの、 まあ、一種のコンパイラーなわけです。対応関係は、えー、人が、えー、考えるけれども、その実装は、えー、コンピューターにお任せということを、もうはるか昔から、えー、実現しようとしていた。まあ、実は相当ぶっ飛んだことをやっている、えー、プログラミングモデルですね。で、その SQL 実行計画の部分を構成するアルゴリズムの実装として、えー、作品とかパーティショニングとかですね、ありますね。あとは、 結合アルゴリズムもいろいろな種類があります。で、まあ、並列化とかあるんですけれども、あの、ポイントとしては、えー、インターフェースとアルゴリズムが分離されているということですね。あの、結果の正しさ、SQL のところに手をつけずに、まあ、実装改良できるっていう、あの、まあ、プログラミングの基本を、まあ、侮辱に実現しようとしている。まあ、そういう、えー、実行モデルです。で、 ラックはクラスタモデル、データベースのクラスタ構成なんですけども、それをクラスタ構成で、そのインターフェースと実装を分離するということをやってます。はい。で、アプリケーションの開発で本来気にするべきは、データモデルと SQL ですね。そのですから、アプリケーションのデータ操作の意味っていう抽象概念なんですけども、 本来これは、まあ、クラスターの構成がどうなっているかということと別になっているべきお話です。でラックはそれを、えー、実現しています。はい、だからデータ構造の一種である、まあ、作品とかパーティショニングっていうのは、えーまあ、s q l の、えー、自己計画のアルゴリズムのためのものでですね。で本来、まあ、これってクラスターのノード構成とは別の話なんです。 あの、シェアドナッシングクラスターだと、パーティショニングっていう概念が必ずついてまわるので、あの、パーティショニングとクラスター構成って、あの、とても強く結びついてるんですけども、ラックはこの辺が、あの、結びついてないというお話を、ええー、まあ、この後話をしていきたいと思います。で、まあ、クラスターのアーキテクチャとデータ配置なんですけども、あの、 ラックの場合、どのノードからも全データアクセスできますので、データモデルをデータのパーティショニングせずに配置できます。ですけれども、右側、ここではシェアドナッシングクラスターとして、オラクルデータベースシャーディングを例に挙げてるんですけれども、どのシャードにどのデータを配置するかっていうのは、まさにパーティショニングの設計そのものですね。 オラクルデータベースシャーディングですと、あの、オラクルパーティション表の定義と、定義の仕方と全く同じです。あの、パーティションキーをレンジもしくはリストもしくはハッシュで分散するという定義するんですけども、あの、物理配置とそのデータのパーティショニングがとても強い結びつきを持っているという、まあ、アーキテクチャになります。で、えっと、ここからそのマルチワークロードを <laughs> 実現する、えー、仕組みについて見ていきたいと思うんですけどもあの、まあ、トランザクション系と大量アクセス系に求められる、えー、ものっていうのをちょっと、えー、確認しておきたいと思います。でトランザクション系で、低レイ電子、えー、平行性とか一貫性制御を求めるんですけども、まあ、そこで使われる、えー、性能最適化の技術要素として、えー、ストリズムデータをメモリにキャッシュするっていうのと、 あとは行の位置をごく短時間で特定するため、作品という技術が使われますよね。で、それに対して大量アクセス系っていうのは、大量のデータを高スループで読むっていうのと、いかにして計算量を減らすかっていう2つがポイントになるんですけれども、そこで使われる技術要素が並列化とパーティショニングという要素になります。 で、マルチワークロードを実現するっていうのは、この、えー、これらの性質を、えー、同居させるにはどうすればいいですかっていうお話になります。まず、えー、トランザクション系の、えー、仕組みについて見ていきたいと思います。またこれ、あの、シングルインスタンスのおさらいからちょっと入らせていただくんですけれども、あの、a ラクルクライアントが、えー、接続するのは、あの、ま、 データベースサーバーに接続すると、まあ、オラクルサーバープロセスっていうところ、一番上のグレーのプロセスですね。これに接続するんですけども、これが SQL 処理の主体です。これがデータブロックのデータを操作します。で、右の吹き出しですね。あの、オラクルサーバープロセスは、データベースバッファーキャッシュに格納されているメモリ上のデータブロックを操作しようと。 します。そして、えーま、これがもし更新だったら、えー、左側ですね、r の d u l ログに、えー、更新の履歴を格納すしようとするので、まず、えー、Oracle Server p r は r i d ー l o g b u f f っていうメモリに、えー、その更新情報を置きます。ですから、基本的に Oracle Server p r ってメモリしか更新しないんですね。で、えー、じゃあその、えー、メモリを更新したデータは、まあ、誰が 永続化するかっていうと、まあ、下の方にある赤いプロセスたちですね。で、オンラインリードログの情報は、まあ、ログライタープロセスが、えー、オンラインリードログファイルに書きますし、えー、右側ですね、データブロックの更新情報っていうのは、えー、データベースライタープロセスが、まあ、いつかそのうちデータファイルに書く。ですね。ここは、あの、皆さんよろしいですね。うん、で、えー ここからですね、あのまあ、まだシングルインスタンスのお話なんですけども、オラクルサーバープロセスは、えー、バッファーキャッシュ上のデータをブロック操作しようとするんですけども、まあ、載ってないっていうことが当然ありますね。あのバッファーキャッシュミスすると、えー、このオラクルサーバープロセス自体がデータファイルからデータブロックを取ってきて、えー、データベースバッファーキャッシュに乗せるっていう操作をします。乗せた後、えー、は、あの先ほど のスライドと同じですね。データベースバフキャッシュ上のデータブロックを操作するという動作になっています。では、ラックはどうなのかっていうと、これはそのバッファーキャッシュミスした時のにデータブロックをどこから取ってくるかっていう違いでしかないというコンセプトです。で右、右、画面の右端の方にまた別の黄色い箱たちが出てきてましたけど、これ別ノードの データベースバッファーキャッシュですね。だから、バッファーキャッシュミスすると、別のオラクルインスタンスがキャッシュしているんだったら、それを取ってきて、自分のデータベースバッファキャッシュに乗せる。で、その後は、まあ、オラクルサーバープロセスはまた、その、自分のデータベースバッファキャッシュのデータを操作する。という、そういうコンセプトになっています。ですから、ラックもシングルインスタンスも、え、オラクルサーバープロセスから見たら同じでして、 あくまでデータの操作はデータベースバッファーキャッシュを操作しています。で、バッファーキャッシュミスしたときに、それをストレージから取ってくるのか、別インスタンスのキャッシュしているブロックを取ってくるのかの違いでしかないです。うん。ですから、まえー、データファイルは、あの、先ほど申しましたように、シングルインスタンスもラックも中身は同じです。 ですからデータブロックの中身の構造っていうのも全く同じで、えぇ、ー、オラクルサーバープロセスから見たら、えーまあ、シングルインスタンスもラックもあの別にデータ構造何も変わらない。ですから同じに見えるっていうのが、まあ、ラックの基本的なコンセプトになります。で、このコンセプトっていうのはどこから来てるかっていうと、あの、分散データベースではないです。ではなくて、ラックのアーキテクチャっていうのは共有メモリー型マルチプロセッサーと同じ。 遠くから来てますつまりキャッシュの一貫性を維持するっていうところから来てます。で左半分がまあ共有メモリー型マルチプロセッサーですね。まあ、CPU ごとに、えー、キャッシュメモリー積んでますね。そしてそれと、えーまあ CPU は DRAM のメインメモリーを積んでるんですけども、ですからこれシングルインスタンス構成の中身を表してますね。一つのオラクルインスタンスの中身はこう動作してる。 ですね。DRAM は、あの、SGA ですね。データベースバッファーキャッシュを、えー、格納しておく領域ですね。で、CPU は、えー、それを、あの、CPU のキャッシュメモリーに取り込んで処理します。で、まあ、CPU 間では、まあ、キャッシュメモリーの一貫性というのを取ってますね。で、これが、えー、まあ、ラックと、えー、ックはこのコンセプトと同じです。右側ですね。あの、メインの、あの、ストレージっていうのは、 ストレージ上のファイルにあるデータブロックですね。でそれを各ノードの DRAM にキャッシュします。で、その DRAM にキャッシュしたデータは、まあ、複数ノード間でキャッシュ一貫性を保つというコンセプトになっています。でここから、キャッシュフュージョンプロトコル、ちょっと入っていきたいと思うんですけども。あの キャッシュコヒーレンスプロトコル用語になるんですけども、ま、CPU アーキテクチャ的にですね、あのディレクトリベースとあのスヌープっていう2種類あるんですけども、ラックの場合は、えー、ディレクトリ型っていう、えー、キャッシュコヒーレンスプロトコルになります。はい、で、えー、キャッシュフュージョンに関わる、あののブロック転送に関わるオラクルインスタンスの役割っていうのは、 三つに分かれます。で、そのキャッシュフュージョンのブロック点数は最大で3ホップ、3インスタンス間ですね。だから4インスタンスとか5インスタンスのラックであったとしても、1個の、えー、キャッシュミスを解決するのに取ってくるブロックのための通信はこの最大3ホップです。で、その、えー、役割、三、えー、つに分かれると言いましたけども、あの、まあ裏 一番左にある、マ、ま、ウ、あ、ラクルクライアントが接続している、えー、ラクルサーバープロセスがいる、えー、ノードが、えーまあ、データブロック操作しようとして、まあ、キャッシュミスしたとい,、えー、いう状況ですね。で、あるデータブロックを操作したいっていう、えー、インスタンスのことをまあリクエスターって呼んでます。で、えー、キャッシュミスしたらですね、その操作したいデータブロックの アドレスから、そのデータブロックの,あのキャッシュ状態を管理することに責任を持つインスタンスっていうのがあの計算されます。で、その,あのインスタンスのことを、そのデータブロックのマスターインスタンスと呼ぶんですけども、そのリクエスターからマスターに対してこのデータブロックを欲しいってあの依頼します。カッコ1ですね。で、えー、このマスターインスタンスは、 えー、このデータブロックの、えー、キャッシュ状態を管理しているんですけど、つまり、どのインスタンスが最新のデータを管理しているかということを把握しています。でその最新の、えー、データブロック状態をキャッシュしているインスタンスのことを、まあ、ホルダーっていうんですけども、ですから、このマスターからホルダーに、えー、そのデータブロックを転送したまえっていう、えー、転送指示をします。括弧2ですねで フォルダーは、えリクエスターにデータブロックを転送するという仕組みになっています。で、まあ、最大3ホップなんですけども、あの、状況によっては、えこのマスターもしくはリクエスターが、え一つのインスタンス上に兼ねて持っているということがありますので、その場合は、まツ2ホップで済むということですね。ですから、あの、まあラックのスケーラビティのポイントとしては、ま最大3ホップ。だから、 あのまあ、エクサデータのフルラックとか8ノードラックなんですけども1回のえキャッシュフュージョン転送は3ホップまでっていうのがあのポイントになってます。ノード数が増えてもあのホッあのメッセージのホップは増えないっていうのがポイントになります。で、あのまあ、キャッシュフュージョンの,そのマスターノードってどうやって計算してるんですかっていうところなんですけども。あのラック ラックの場合ですね、あの、SGA の中にそのキャッシュ状態を管理する領域ですね、グローバルリソースディレクトリ GRD って呼んでるんですけども、あの、全部のインスタンスにこの GRD がいます。で、ラックの場合、あの、SGA のサイジングガイドで、まあ、シングルインスタンスの10%増しにしてくださいっていうようなガイドがあるんですけども、この、れっていうのはまあ、GRD の分ですね。 で、あの、この、あるデータブロックのマスターノードってどうやって決めてるんですかっていうと、あの、全部のインスタンスがですね、あの、同じ、あの、演算をするためのマップを持っていて、このデータブロックのアドレスがわかると、このマスターインスタンスが計算される。全部のインスタンスで同じ計算値が出るというような仕組みになっています。うん。 でえーっとまあ、データブロックのロックモードっていうのが、まあ、いくつかあるんですけども、あのまあ、ラックの、まあ、キャッシュフュージョンで、まあ、あのよく懸念されるのが、まあ、更新競合があるからあの、性能落ちるんじゃないですかってあの言われるんですけどもあの、ある一つのインスタンスでハイターロックを持つのは、まあ、更新するその瞬間だけです。そのバッッファーキャッシュの、えー 更新しなくてはならない、その瞬間だけ、まあ、ハイタロックを持っていればいいんですけれども、つまり、まあ、インサート、アップデート、デリートとかマージですね。で、だからトランザクションが終了するまでロックをずっと持ち続けているんじゃなくて、その SQL がメモリー上で更新しようとする、その瞬間だけ、まあ、ハイタロックが必要です。で、えっと、そうじゃない場合、つまり、えー、読み取りの場合ですね、まあ、セレクト文とかですね、あとは、あの、作品の ルートブロックに近い方ですね。あの、更新しない、更新されないブロックっていうのは、あの、複数のインスタンスに、あの、同時にキャッシュできます。ですので、あの、更新する、えー、瞬間だけ、えー、入ったロックいるんですけどもあの、読み取りだけのブロックは、あの、全部の、えー、ノードで同時にキャッシュできるので、まあ、読み取りに関しては確実にスケールする。 というようなことになっています。はい。ここで一旦その、えー、データブロックのキャッシュ管理なんですけども、あの、あくまでデータベースバッファーキャッシュをキャッシュミスしたら、えー、ブロック転送が始まります。で、リモートインスタンスがキャッシュしてたら、そこからブロック転送しますね。まあ、これをキャッシュフュージョンって呼んでるんですけども、どのインスタンスもキャッシュしてなければ、ストレージから取得します。 で、今、ま、キャッシュフュージョンのブロック転送は、まあ、最大3ホップとご説明しました。だから4ノード以上でも3ホップですね。で、その、あの、レイテンシーってどれぐらいなんですかっていうと、今時のマシンだと、あの、約100マイクロ秒ぐらいです。で、この値っていうのは、まあ、NVMe のフラッシュメモリを、ま、の、ストレージからデータブロック取っていくのと、まあ、大体同じぐらいです。ですから、まあ、ポイントとしては、あくまで、 あの、チューニングのポイントとしては、まず、まあ、シングルインスタントと全く同じですね。キャッシュミスの回数を減らすことが重要です。はい。ですから、あの、まあ、AWR レポートとか、まあ、あのし、仕事からよく見せていただくことはあるんですけれども、あの、キャッシュフュージョンの、あの、待機イベントだけ大きいっていうケースって、実は、 とても少なくてですね。あの、ほとんどの、あの、性能問題を起こしている場合っていうのは、ストレージの読み取りの時間も大きいし、キャッシュフュージョンの時間も両方大きいみたいなケースが多いです。つまり、これど、何を表しているかっていうと、単にキャッシュミスが多すぎる、なんですね。だからラ、シングルインスタンスから楽にすると、その、クラスター待機のっていう、 新しい種類の待機イベントが見えるので、あの、そこに注目いきがちなんですけども、あの、シングルインスタンスと同様に、あの、ストレージからの読み込みが多いかどうかっていうのも実はポイントで、まあ、ほとんどのケースは、あの、バッファキャッシュのサイズが、あの、足りてなければ、あの、ストレージもキャッシュ以上もどっちも多いみたいな。 あのケースになりますので、まずあの注意すべきポイントはあのシングルインスタンスと同じでキャッシュミスの回数を減らすというのがあのポイントになります。さて、えっと、このデータのアクセスのパターンとスケーラビリティをちょっと、えー、ここで見ときたいと思うんですけれども、あのまずですねあの、ま、異なるデータブロックへのアクセスするパターンというのをラックと、えーま、シェアドナッシングクラスター、ま、データベースシャーディングをちょっと比べたいと思うんですけれども、 あの、ラックの場合、えー、更新する瞬間は、ある一つのインスタンスでイターロックが必要とご説明しました。ですから、まあ、異なる、えー、クライアントが異なるデータブロックにアクセスする分には、まあ、全ノードで並列に実行可能です。これは、まあ、あの、シャーディング、右側でも同じですね。あの、まあ、異なるデータブロックへのアクセスは、まあ、全シャードで並列に実行可能ですね。 で、えー、じゃあ今度は同じデータブロックに更新するとなったらどうなるかっていうと、ラックの場合は、えー、データブロックを更新する瞬間だけ、えー、一つのインスタンスが入ったロックが必要になります。うん、更新するその瞬間だけですね。で、シャーディングの場合は、一つのデータブロックって一つのシャードしか持ってないので、えー、一つのノードに集中します。 あの、シャーディングにもですね、あの、デュプリケートテーブルっていう、えー、全ノードに複製する、同じデータを複製する、あの、テーブルを定義できるんですけど、まあ、これは、あの、そもそも更新に向いてないので、あんま、ここではあん,あんまり考えないんですけどもで。今度、あの、同じデータブロックへの読み取りアクセスですね。まあ、セレクト分とかなんですけども、この場合、 えー、ラック、左側の場合は、えー、全ノードで同じインスタ、同じデータブロックをキャッシュできますので、全ノードでまあ並列に実行可能ですし、えー、まあ一、右側、シャーディングの場合も、一つのデータブロックは、一つのシャードしか持ってないので、まあ、これは、あの、あくまで一つのシャードに集中する。というような、えー、違いが出てきます。で、あのー、シェアドナッシングクラスターって実は、 あの、まあ、データのアクセスの分布に暗黙の前提があるわけですね。あの、まあ、シェアドナッシングクラスターはノード間通信しないのでスケールしますって言うんですけども、その、あのー、前提は、えー、複数のシャードに、あのー、アクセスがほぼ均等になっているっていうのが、えー、暗黙の前提としてあるわけです。そして、えー、まあ一個のシャードでしか、あのー、 シャード感は、えー、シャードは、えー、通信できないのであの、1個の処理がもし複数のシャードにまたがるような、えー、処理にはあのとても弱いというような性質があります。で、えー、ここからですね、オラクルサーバープロセスはあのメモリを操作するとあのご説明しましたけども、あのまあ、そうじゃないところの、まあ、最後の取りでですね。 あの、コミット処理についてちょっと、えー、ご説明をしていきたいと思います。あのデータブロックの更新は、まあ、先ほどご説明した通り、えー、データ操作はあのほぼメモリーの操作だけなんですけども、コミットに関しては永続化が必要ですね。あの、オラクルサーバープロセスがコミットを発行すると、えー、ログライタープロセスが、えー、コミットフラグを え、オンラインリードログファイルに書いて、書き込みが、完了が確認できたら、それを、え、オラクルサーバープロセスに通知するというような仕組みになっているんですけども、それによって、え、オラクルサーバープロセスが、ま、コミット完了したイコール、え、オンラインリードログファイルの永続化が完了しているという理屈なんですけども、ま、その反面、あの、コミットは必ず IO を伴うので、ま、レイテンシーを下げにくいっていう、 問題があります。で、まあ、一般的なストレージの Io レイテンシーの話、あのこれ、あの昨年の,の ASM 回と同じお話をちょっとしたいと思うんですけれども、あの左半分がデータベースサーバーで、右半分がまあネットワークストレージを想定しています。はい、で、左ですね、あのもし、えー、ユーザー空間のプロセスが、えー 同一マシン内の NVMe フラッシュメモリに書いたとしたら、だいたいこのレイテンシーっていうのは100マイクロ秒ぐらいになります。あの、いわゆるデバイスのカタログだと数十マイクロ秒って書いてあるダリスなんですけども、あの、OS とかプロセスのコンテキストスイッチ込みだと、た、ま、い、あ、100マイクロ秒ぐらいになります。で、これがですね、えー、ローカルストレージの場合ですね。 で、これがネットワークストレージになると、えー、このストレージ装置の中も、まあ、最近のストレージってあのソフトウェア制御なので OS とストレージ処理プロセスがいます。すると、まあ、これらの,あのコンテキストスイッチなどが足されて、えー、だいたいネットワークストレージのレイテンシーって、まあ、200マイクロ秒ぐらいになります。ですから、このレイテンシーっていうのがあのコミット処理に跳ね返ってくるんですね。 であ、ちょっとここでエクサデータの最新モデル X8M の話をさせていただきたいんですけども、ちょっとこれ、あの、オンラインリードログに細工がしてあってですね、あの、ストレージ上にフラッシュメモリーより早い、あの、インテルのパーシステントメモリーを搭載してます。で、あの、パーシステントメモリーって、まあ、単純にそのフラッシュメモリーというデバイスよりも書き込みレイテンシーが え、低いっていうのが売りなんですけれども、それだけではですね、実は、あの、あんまり早くならないですね。なぜかっていうと、この、プロセスと OS の、あの、コンテキストスイッチっていうのが、実はバカにならない数字になってきます。で、パーシステントメモリーっていうのはメモリアクセスなので、実は数マイクロ秒とかで、えー、アクセスできるんですけども、このマイクロ秒っていうオーダーは、実はこの、えー、プロセスのコンテキストスイッチの 時間のオーダーなんですね。ですから、この、もはやこのプロセスのコンテキストスイッチを削減しないと IO レイテンシーって下げられないようなところまで来てしまってます。で、この Exadata X8M っていうのはですね、あの、ストレージにパーシステントメモリ載ってるんですけども、あの、これをですね、データベースサーバーから RDMA で直接書き込むことで、 あのソフトウェアの介入をすっ飛ばしてますだからあの。ソフトウェアのプロセスのコンテキストスイッチをすっ飛ばしてるので、あのフラッシュメモリーだと、まあ、200マイクロ秒ぐらいかかるところ、その10分の1、20マイクロ秒ぐらいで、えー、ライトを完了してしまいます。うん、もうあのソフトウェアの,あのコンテキストスイッチを詰めないといけないところまで、実はあのレイテンシーって下がってます。 で、えー、まあ、ASM の多重化書き込みの、えー、ところなんですけども、まあ、オラクルのプロセスが、あの、複数のデバイス、だから ASM だと三十化書き込みできますってご説明しましたけども、この複数のデバイスファイルに、まあ、非同期 IO かつダイレクト IO っていうのを、まあ、発行するようになってるんですけども、あの、まあ、実際にこの、えー、オンラインディドログファイルにライトを発行するのは、ログライタープロセスの役割、 なんですけれども、あの、じゃこのログライタープロセスから見た、えー、書き込み、30か書き込みレイテンシーって実際どれぐらいなんですかっていうのが、あの、ちょっと測ってみた数字があるんですけれども、あの、上半分、あ、これどっちも同じエクサデータ X8M の ASM30 かなんですけれども、上半分が、パ、えー、システントメモリー無効な、えー、場合ですね。つまりフラッシュメモリーへのアクセスの場合ですね。下半分が、 パーシステントメモリーが有効な場合ですね。で、ログファイルパラレルライトっていうのが、まあ、ログライターの書き込み完了待ちの時間なんですけども、まあ、フラッシュメモリーだと、えー、も、ま、う、あ、量1万1000コミットしているような、えー、処理だと、まあ、1回あたりの平均時間が469メクロ秒ぐらいで出てたんですけども、下半分ですね。あの、パーシステントメモリーに RDM a アクセスする、書き込みすると、 もう30回書き込みでまあ53マイクロ秒ぐらい。で、レイテンシー下がってるんで、まあ処理するルーとも実はちょっと上がっちゃってるんですけども、1万2千コミットしてるような、えー、状況でもまあ53マイクロ秒しかかからない。もう、あの、もうほとんどメモリアクセスみたいな時間でトランザクションのコミットが、えー、完了するようになってます。はい。で、トランザクション系の、あの、おさらい。 えー、オラクルクライアントから見ると、えー、シングルインスタンスも楽も同じっていうのが、あの、とても重要なコンセプトです。で、バッファーキャッシュをミスしたとき、えー、どこからデータブロックを取得するかが、まあ、ストレージなのか、別のオラクルインスタンスのバッファーキャッシュなのかという違いでしかないですね。で、スケールの実行、オラクルサーバープロセスはもうほぼメモリ更新だけですね。 ですから、実際のそのオラクルサーバープロセスの中で経過する時間っていうのはとても短いです。今の X8M とかだと 1SQL が愛をしなかったら数十マイクロ秒ぐらいです。この数十マイクロ秒っていうのは、大体何と等しいかっていうと、ベアメタルマシン2台の間のピングレイテンシーよりも短いぐらいです。 だから、ネットワーク一往復する時間よりも、オラクルのプロセスの中で経過する時間の方が短かったりするんですよね。もうそれぐらいまで、SQL 実行のレイテンシーって詰められてます。だから、最後の取り出が、このコミットですね。必ず IO をする。ストレージ書き込み完了を待つっていう、このレイテンシーを、あの、とても下げたいと、我々思ってたんですけども、そこで出てきた新兵器が、パーシステントメモリと RDMA ですね。 だからソフトウェアの,あのコンテキストスイッチの時間をもう削ることに成功しています。で、あの、ここまでで、あの、前半をさせていただきたいのですが、それではお疲れ様でした。はい、えー、それでは後半、えー、再開させていただきたいと思います。前半ではですね、まあ、トランザクション系の処理の仕組みを扱いました。ここからはですね、大量アクセス系の処理について見ていただきたいと思います。 いきたいと思います。まあ、ポイントとなるのは、並列実行とデータのパーティショニングについてです。対応アクセス系なんですけども、一つの処理が大量にデータにアクセスするというような処理なんですけども、あのここでポイントになってくる高速化技術っていうのが、パラレル実行とアクセス範囲を削減する。 ですね。まあ、パーティショニングっていう技術と、まあ、それに関連して、あの、出てくる複数ある表の結合についてですね。あの、この辺をちょっと見ていきたいと思います。で、まず、まあ、パラレル実行って何ですかっていうところな、あの、ごく簡単なおさらいなんですけども、あのまあ、大量のデータの処理を、普、えー、複数に分割し、えー、複数のハードウェア、ね、まあ、CPU ですとかストレージに、 割り当てて同時に実行することで、全体の処理時間を短縮する技法ですね。あの、一番左の、ま、並列度1の時の、データの総量に比べて、これを半分に分割して、並列度2にすると、期待でされるのは、全体の処理時間が半分になる、ですね。で、えー、さらに、この並列度を4にすると、えー この並列度2の仕事量がさらに半分になって、並列度4だと並列度1の4分の1の時間で済むっていうのがまあ期待されるところですね。で、まあ、最近の,あのサーバーのハードウェアの物量がどれぐらいあるのかっていうのをちょっと見ておきたいんですけども、あの、ま、エクサデータの X8M ってあのインテル事業の2ソケットマシンなんですけども、 あの、まあ、これに乗ってる CPU がどれぐらいかっていうと、24コアのインテル G 音が2ソケット乗ってます。ですから、48コアあるんですね。で、今時のマシンメモリどれぐらい詰めるかっていうと、えっと、このインテル G 音、あの、1ソケットあたり、えー、メモリーチャンネルが6チャンネルあって、1チャンネルごとに、えー、DIM が2枚、えー、2スロットさせる。 ので、えー、まあこ、メモリの構成としては12枚挿すか24枚挿すかになります。で、えー、その DIM1 枚が3 2ギガなのか、まあ、6 4ギガなのかで、まあ、全体の容量が決まるんですけども、あのー、まあ、X、A、データの構成としては、最大6 4ギガ d i m を24スロット全部埋めて、えー、メモリだけで1 5テラ 載せられるようになっています。1ノードでこんなぐらいですね。で、この、あの、データベースサーバー 1RU のサイズ、つまりデータセンター用の一番薄っぺらいマシンです。で、まあ、この一番ちっちゃい箱のサイズのマシンでも、まあ、今時も48個あるような、まあ、並列度が可能になってます。で、まあ、その並列実行なんですけども、あの、まあ、ま、 えー、オラクルだと、ま、いろんな処理が、まあ、並列化可能になってます。あの、まあ、分析用の、ま、セレクト文、まあ、もちろんなんですけども、あの、まあ、インサートアップデートなんかの DML も可能ですし、DDL もできますね。CreateIndex イイとか CreateTablesSelect なんていうのも、えー、並列実行可能です。で、えー、複数の、ま、パラレル実行サーバープロセスっていうのが、 いるんですけれどもあのアクセスとしては、この処理対象の表を範囲分割して、えー、それぞれのパラレル実行プロセスが、まあ、自分の担当する範囲のデータを処理するというような、えー、仕組みになっています。で、あのまあ、特徴、オラクルの並列実行の特徴として、あのパーティション化されていない、まあ、通常の表でもまあパラレル実行が可能になっています。 で、オラクルの,あのパラレル実行プロセスのアーキテクチャなんですけど、まず、あの、またシングルインスタンスをベースにちょっとお話をさせていただくんですけども、あの、パラレル実行する場合も、あの、オラクルクライアントは、えー、接続しているのは、あの、トランザクション系の時と同じで、オラクルサーバープロセスです。で、 え実際に、あの、パラレル実行するプロセスっていうのは、あの、バックグラウンドプロセスです。はい。あの、ラクルインスタンスの、あの、ログライターとか DB ライターとかと同じで、バックグラウンドプロセスが、えあらかじめ用意されています。うん。で、えー、まあ並列度って呼んでるのが、まあこの横方向ですね。まあ、この図ですと、あの、まあ横方向に、あの、 4つあるので、まあ、並列度としては4なんですけれども、あの、プロセスの数としては、あの、これが最大で2セット用意されます。で、ここで言ってるパラレル実行プロセスのセット1、セット2って呼んでるやつですね。で、えーまあ、このセット間の、えー、通信するための,あのデータ交換用のバッファーメモリーっていうのが、まあ、SGA 内にあって、えーまあ、テーブル級 って読んでますあの、まあ、SQL 実行計画の中に TQ っていうのが出てくるとこのテーブル Q のことなんですけどもあの簡単な SQL だったらあのパラレル実行プロセスの1セットだけで済むんですけどもちょっと実行計画が複雑な場合ですねあのセット1がデータ読んでセット2に渡してまた役割入れ替えてセット2がセット1にデータ渡してというようなあの役割を入れ替えながらあのデータの垂直パイプライン 構成しますでこれな、何が嬉しいかっていうと、あのパラレル実行プロセスがあの実行計画の途中であのテーブルキューを介してデータの交換が可能っていう仕組みになっています。まあ、これができると何が嬉しいかっていうのはあの後でご説明します。ラックの場合は、もうこの単純な延長ですね。あの全部のノードでパラレル実行プロセスを動かすことができますし、そのデータ交換をテーブルキュー ですあのシングルインスタンスの延長でと同じ考えが、えー、パラレル実行の場合もできるようになっています。で、えっと、チャイリュアクセス系の SQL での,あのデータのアクセスって、実はトランザクション系とは、実はちょっと違います。あのトランザクション系の場合は、バッファーキャッシュの、えー、キャッシュされたデータブロックにアクセスするとご説明したんですけれども、 パラレル実行のような、あの、大きなデータをフルスキャンするときは、えー、実はですね、バッファーキャッシュをアクセスしません、しない。えー、バッファーキャッシュをすっ飛ばしてですね、あの、パラレル実行プロセスが直接データファイルを読みに行きます。なんでそうしてるのかっていうと、あのー、大量データをスキャンする、して、もし仮にバッファーキャッシュに載せたとしますね。そうすると、大量のデータがバッファーキャッシュに載るってことは、 まあ、ほぼ間違いなく、バファキャッシュからたくさん追い出されていきますね。で、まあ、あの、載せた再利用される間もなく、あの、追い出されていくので、結局、載せても、あの、再利用されないですね。で、その、載せて追い出すみたいな処理も、実は CPU 時間を使ったソフトウェアの操作になるので、あの、オラクルの場合、まあ、そんなの、あの、すっ飛ばして、えー、データファイルを直接読むようになってます。とはいえ、 あの、先ほど、あの、1サーバーの、あの、物量をご説明しましたけれども、巨大なメモリが十分あれば、えー、別に載せてもいいんじゃないかってことで、あの、11G リリース2からは、データベースバッファーキャッシュに、あの、載せたデータを並列スキャンできるようにもなっています。あの、これは、あの、スキャンする範囲とバッファーキャッシュの容量から、あの、どっちになるかっていうのを自動で切り替わるようになっているんですけれども、 まあそういう、ええー、まあ必ずしもバーキャッシュから読まないよっていうのがオラクルの、あの、ストレージアクセスです。で、まあエクサデータにもあのスマートスキャンっていうあのストレージの側で、ええー、データを間引くっていう機能あるんですけども、これはこのダイレクトパスリードが働くときですね。つまり、ストレージのファイルを丸ごと、えー、データベースサーバーがリクエストしたから、ストレージ側で間引くことができる。というあのダイレクトパスリードの応用した技術が、 まあ、エクサデータには載っています <laughs> で、えっ、ー、と、ここであのデータのパーティショニングのお話に移るんですけれども、なんでかっていうと、パラレル実行とあのデータのパーティショニングにはあの、とても強い関係があります。はい。えっ、ー、と、先ほどあの、まあ、パラレル実行プロセスのお話し,したんですけれどもあの、パラレル実行プロセスはデータを範囲分割して、まあ、並列アクセス。 しますね、ですから、パーティション表であるかないかにか変わらず、実はデータのパーティショニングっていうのがどこかで発生してます、うん。ですので、ここからはそのデータのパーティショニングの性質についてちょっと見ていきたいと思います。でそれをあのパーティション表の性質を使って説明します。でそこから、えー、クラスタ構成のアーキテクチャの違いですね、だからシェアードエブリシングと 必ずパーティショニングしなきゃいけないシェアドナッシングで、まあ、どういう性質が違うかっていうところを見ていきたいと思います。でまず、パーティション表って何ですかっていうところをえ簡単にあのおさらいをしておきたいと思います。であの表の、まあ、列の値が、まあ、特定の条件を満たすグループに表を分割するっていうのがあのパーティション表のコンセプトなんですけども 一番最初に実装されたのがオラクル8なんですけども、この時は、まあ、いわゆるレンジパーティションっていうのが、えー、実装されました。レンジっていうのは、まあ、値の範囲ですね。あの、例えばこの左上の、えー、表す SQL、まあ、パーティションキーが、えー、の値が、バリュー1とバリュー2の間にある、えー、データに、えー アクセスしたいっていうとき、まあ、それが、えー、パーティションキーのルールに合致してたら、あの特定のパーティションにだけ、えー、アクセスすることによって、まあ、あの全体の、えー、データ量に影響しない、えー、アクセス範囲の絞り込みっていうのができるっていうのが s q l を高速化する理屈ですね。この、まあ、アクセス範囲の絞り込みのこと、まあ、パーティションプルーニングっていうんですけども、あのまあ、分析とか集計処理って、標、ま、風、あ、ルスキャン。 が走る、えー、可能性が高いんですけども、それが、あの、表全体じゃなくて、ある一部分だけ、特定のパーティションだけに、まあ、限定できるとあの、とても高い効果が期待できる。ということで、まあ、実装された機能ですね。で、えー、ここで、あの、いきなり、あの、先に、あの、ジョインの並列化、結合の並列化の、あの、コンセプトを お話ししたいんですけども、あの、一番最初にちょっと説明しておきたいのが、えー、フルパーティションワイズ結合っていうコンセプトです。これはですね、あの、表1と表2を、えー、どっちもパーティション表なんですけども、これを、えー、2つをジョインしようとしてます。で、えー、ジョインする結合キーがどっちも、えー、パーティションキーですっていう図なんですけども、ポイントは、この表1と表2の パーティションキーの定義が同じだったとしたらですね、あの、この左の表1のパーティション2にあるこの赤いポチのデータと結合する相手がどこにいるかっていうのは、パーティションの定義から表2のパーティション2にいるっていうのがもう確定ですね。いるとしたらそこにしかいない。他のパーティション1とか3にはいないってことが確定しますよね。ですから、これって この,あの同じパーティションキーの定義が、えー、の表をジョインするっていうのは、実はこれ、あの並列化と実はとても相性の、えー、ジョインなんですね。だから、パーティションごとに、まあ、並列、えー、パラレル実行プロセスを割り当てると、パラレル実行プロセスの間のデータ交換が発生せずに、えー、ジョインができるという、えー、ジョインが可能です。まあ、これを、えー、フルパーティションワイズ え、結合って言います。ですけど、あの、だから、例えば、オラクル以外の、あの、シェアードナッシング型の、あの、データウェアハウス系のエンジン、触ったことがある方でしたら、あの、この、パーティション設計を、あの、このフルパーティションワイズジョインになるようにしましょうっていうガイド、 されているのを見たことあると思うんですけども、あの、まあ、それが、その、まあ、オラクルでいうところの、このフルパーティションワイズ結合です。まあ、そうなると、まあ、並列化に、あの、とても都合がいいからですね。ですけれども、あの、データモデルの設計として、必ずフルパーティションワイズ結合になるようなパーティション設計ができるとは限らないですね。あの、この図で言うと、えー、真ん中と右の表1と表2は、 えー、同じパーティションキー、パーティション設計にできるかもしれないですけども、あの、左の表3は必ずしも同じパーティションキーで切れるとは限らないですね。まあそういうジョインって普通にリレーショナルだといけますね。そうなると、まあフルパーティションワイズ結合にはできません。ね。で、オラクルってそういう時でも、あの、並列化できるように、えー、しています。 で、どうするかっていうとですね、あの、左の表三なんですけれども、あのー、これを、まあ、まあ、仕方ないんで、あの、パラレルジックプロセスは普通に範囲、えー、指定して読むんですけれども、これをテーブル Q の上で、えー、再配分して、あのー、表二とフルパーティションワイズジョインできるように、まあ、仮想的な、あのー、パーティション表を構成します。うん。 こうすることで、えーまあ、ジョインそのものの、えー、パラレル実行プロセスの間は、えー、なるべくあプロセス間の、えー、通信が起きないようになっています。ですから、オラクルの場合は、えー、必ずしもフルパーティションワイズ結合できるパーティションキーじゃなかったとしても、あの、普通に、えー、パラレルジョインできます。だから、パーティション表でない表同士でも、あの、普通にあの並列ジョインできるようになっています。 で、あの、ま、パーティション化による、ま、SQL 処理の高速化として、ま、二つご紹介しましたね。一つは、え、パーティションブルーニングですね。だから、ウェアクで、え、アクセスする範囲を、がパーティションキーだったら、え、特定のパーティションにしかアクセスしないっていうお話と、右ですね。あの、パーティションワイズ結合。結合するキーがパーティションキーである場合は、まあ、並列化に都合がいいっていうお話を二つご紹介したんですけれども、 あの、まあ、パーティションプルーニングは、あの、オラクル8のパーティション表から、あの、実装されているので、あの、とても、あの、使ってほしい機能なんですけども、これ何が嬉しいかっていうとですね、あの、アクセスする範囲が、まあ、表全体のサイズに影響されないからですね。あの、まあ、ビジネス系のトランザクションですと、そのトランザクションの、あの、インサートする えー、第二、その時刻の列を持ってるというケースがかなりありますね。あの、取引の履歴。で、まあ、その時刻に関する列に、列で、ま、あの、レンジパーティションするっていうことをまあ想定した図なんですけども、例えばそのレンジの範囲がまあ1ヶ月とかですと、で切った図なんですけども、あの、 まあ、インサートしていくと、えー、どんどん、あの、表全体のサイズとしては、えー、増えていくんですけれども、例えば、集計処理っていうのは、あの、時間の範囲を区切りますよね。例えば、直近1ヶ月の、売上とか、あの、1ヶ月ごとの売上とか。で、時間の範囲で区切るんですけれども、そうすると、えー、アクセスされる、セレクト分でアクセスされる範囲っていうのは、あくまで一つのパーティション。 そうすると、表全体としてはどんどんデータを貯めていって増えるんですけれども、あくまで分析の処理時間というのは一つのパーティションです。だから、表全体のサイズに影響されないという、とてもうれしい、副次的な効果もあります。で、あの実はこのパーティションプルーニングと、 パーティションワイズ結合って実は組み合わせて使えるようになっていて、なんでかっていうとですね、あの、オラクルのパーティション表って実は2段階のパーティション化が可能になってます。だから、パーティションキーを2つ設定できるようになってるんですけども、あの、これできるようになったのが、まあ、オラクル 8i なんですけども、実、今ではほとんど使わない方法です。 で、なんでかっていうとですね、あの、まあ、オラクル 8i の時代、20世紀ですと、あの、まあ、1コア、1ソケットですし、あの、クラスターのインターコネクトのネットワークも細かったので、プロセス間通信を、まあ、とにかく減らしたかったんですね。ですから、フルパーティションワイズジョインを狙った、えー、コンポジットパーティションっていうのを、今切ってもよかったんですけども、今ですと、まあ、先ほど、あの、今時のマシン、 ご紹介しましたけども、まあ、1ノードでまあ40コアとかありますし、まあ、インターコネクトもとても早いので、まあ、プロセス間通信を起こしたっていいやっていう、まあ、そんなにそこ削ってもあんまり、あのー、効果薄いよってことで、あのまあ、フルパッチションワイズジョインって実はあんまり狙わなくなってます。で、まあ、オラクルのパラレル実行プロセスは、あのーまあのー、先ほど ご説明した繰り返しになるんですけども、パラレル実行プロセスのセットが、えー、2段階あって、途中でデータ交換が可能になってます。ですから、まあ、あの実行計画の途中で、えー、データを間引いて次のステップに送るということが、えー、可能になってます。ですのであの、まあ、結合キーのパーティショニングですね、だからフルパーティションワイズジョインを狙った、えー、パーティショニングって、実は今はあんまりしなくていいように。 なってますですから方針としましてはあの、パーティションプルーニングは積極的に採用したいですね。あのアクセスする範囲があの表全体の何十分の一とか何百分の一に減ることがあるので、まあ、これは積極的に狙った方がいいんですけれども、あの右のフルパーティションワイズジョインを狙ったパーティション設計っていうのは、今まではもうほとんどやらなくていいです。で ここでまたシェアドナッシングクラスターの代表としてオラクルデータベースシャーディングにちょっと出てきてもらうんですけどもあまあシャード型なのであのシャード間の通信っていうのはできないんですけどもあのオラクルデータベースシャーディングもあの実はコーディネーターの役割になるノードがいてですねあのこれ普段あのクラスターの構成管理してるんですけれどもこのコーディネーターノードに え問い合わせをすれば、全シャードへの集計するようなクエリも、実は発行は可能です。ただし、ですね。あの、シェアドドなシングクラスターなので、スケールする暗黙の前提は、これ、ノード内で処理が完結するです。はい。で、このシャード間のえ通信ってできないので、あの、要は、フルパーティションワイズジョインしかできないんですね。 だからそれができないんだったら、あの、途中でデータまびけないんで、全部コーディネーターまでデータを運んでやらないといけないです。うん。なので、まあ、あくまでこのシャード内で完結するような処理だったら、えー、いいんですけども、あの、そうじゃない処理っていうのはちょっと苦手なアーキテクチャですね。で、だからデータベースシャーディングってこの分析用のためのアーキテクチャではないです。あの、はっきりトランザクション系のための ものですって書いてありますから、まあそういう、あの、まあ分析系 SQL も発行、発行はできるんですけども、分析のためのシェアドナッシングクラストではないです。というところは、あの、ご注意ください。で、えー、また、あの、先ほどと同じスライド出てくるんですけども、ラックは、まあ、データモデルと物理配置が結びついてないです。ですから、あの、パーティショニング、 えー、しなくとも、まあ、並列ジョインっていうのはできるって、あの、お話し,しましたよね。ですけど、シャーディングの場合は、あの、要は、フルパーティションワイズジョインできるようなパーティションの切り方ができるんだったら、早いかもしれないですけども、そうじゃないクエリーのパターンが出てくると、ちょっと弱いっていうアーキテクチャになります。はい。えー、まあ、対応アクセス系の、あの、おさらいなんですけども、 えー、ポイントとしてはパラレル実行とパーティショニングですね。で、パラレル実行プロセスはデータのアクセスを範囲分割してアクセスしました。で、裏来るのが今、そのパラレル実行プロセスが2段あることで、s q l 実行計画の途中でデータ交換可能ですし、あの、パーティション表に切らなくてもパラレル実行可能です。ね。で、パーティショニングの設計をもしするんだったら、 えー、パーティショニングプルーニングは積極的に採用したいんですけれども、パーティションワイズ結合を狙ったパーティションキー設計は今では必ずしも必要ではないです。さて、さて、ここからですね、やっと来た。あの、このトランザクション系と大量アクセス系の、あの、アクセスのコンセプトをここまでご説明しましたけど、 これを重ね合わせるってどうやるんですかっていうお話です。よいしょ。で、このラトランザクション系と大量アクセス系を同居させるには、えー、どうするんですかっていうと、あの、データベース処理を高速にするには、そのデータの位置を短時間で特定する機能っていうのが必須ですね。で、トランザクション系の場合は、これ作品を使いますね。とても少ない数の データの位置を特定するのには作品が適してますし、大量アクセス系の場合は、えー、データの範囲を特定するパーティショニングが有効でしたし、まあ、並列化するんだったら内部的にはまあパーティショニングされているわけですね。では、これら2つのデータ構造を共存させることってできるんでしょうかっていうお話をしたいと思います。オラクルデータベースの表と作品の構造。 またおさらいになるんですけども、あの、オラクルの表って、あの、一行ごとに、ロー ID っていう行アドレスを持っています。で、B3 作引っていうのは、その列の値と、え、行アドレスっていうのポインタロー ID をセットで格納してます。で、えっと、実は、 えー、どの列に作った作品も、実は関係としては対等で、あの、プライマリーキーのための作品っていうのは、実はユニークかつノットヌルな作品だったら、別にどれでがなっても、どれでもなりうるんですよね。ど、どの作品も実は対等の関係にあるので。オラクルの場合は、えっと、いわゆるプライマリーキーじゃない二次作品っていうのは、あの、単にプライマリーキーじゃないっていうだけで、 あの、他のデータベースだと二次作品がプライマリーキー作品のポインターになってたりすることがあるんですけども、オラクルの作品の場合は全部の作品が直接表のアドレスを指している。こういう構造を持っています。で、オラクルのパーティション表はオラクル8からだと言いましたけども、実はその一つ前、あの、 オラクル7に partition view っていうレンジパーティションもどきの実装がありました。で、えっと、これどういう実装かと言いますと、あの、それぞれの、あの、複数の表をえビューでえ束ねるっていう実装なんですけども、あの、この、それぞれの表、表1、表2から表 n っていうのは、あの、データ型、列の定義は同じなんですけれども、 あの、そのパーティションキーになる列に、えー、チェック制約をつけて、えー、列の値の範囲をそれぞれの表で限定します。だから、レンジパーティションのレンジですね。で、それを、えー、ユニオンオールするビューで束ねることで、えー、レンジパーティション表もどきを実装していました。うん。だけども、これ、あの、ちょっとまずい実装で、えー、どうまずいかって言いますとですね、 あの複数の表の集合っていう実装ですとあの、作品の実装って、一つの作品って一つの表しかさせないんですよね。作品の実装は一つの表に閉じてるので、えー、パーティションビューっていう複数の表の集合にしたところで、作成できる作品っていうのは、あくまでそれぞれの,あの表1、表2の。 中に閉じた作品なんですね。ですから、えー、左側の、えー、からのアクセス。これは、えー、表のパーティションキーを指定しているんですけども、この場合は、えー、特定のパーティションにのみ、えー、アクセスできるんですけども、じゃあもしそのパーティションキーじゃない列を指定した場合、右側のアクセスですね。パーティションキーじゃない列をアクセスすると、 どういうアクセスになるかっていうと、どのパーティションにデータが存在しているか不明なので、結局全パーティションにアクセスしないと、えー、SKL が、えー、成立しません,、うん。で、この表パーティションにのみ、えー、と同じ、えー、ところにしかあの作品を作成しないことを、まあ、ローカルパーティション作品って言うんですけれども、 あの、まあ、ローカルパーティション作品しか作成できないと、えー、こういう、えー、パーティションキー列を含まない、えー、アクセスに、えー、ちょっと不都合が生じますね。あの、オラクル以外のデータベースので、あの、パーティション持ってるやつで、こういうアクセスしかできないやつとかありますね。うん。これ何、これ何が不都合かっていうと、まあ、複数の、あの、表のパーティション、 に、えー、アクセスしないとデータあるかどうか分からないので、あの、ユニーク作品も作成できないですね。ですから。どまあ、全、えー、パーティションにアクセスしちゃうので、トランザクション的な、えー、レイテンシーの短いアクセスには、あの、パーティションしない方がマシだった、ということになります。で、これを、これが不細工だったので、オラグレイトでは、あの、パーティション表の実装を全部やり直しました。 フラグレートパーティション表の実装っていうのは、一つの表を複数に分割するっていう実装です。だから一つの表なので、パーティションをまたがって作品を作ることができます。すると何が嬉しいかっていうと、えー、右側ですね、あの、表のパーティションキーと、あの、作品の列が全く関係なくなるんですよね。 表のパーティションキーじゃない、えー、非パーティション作品を作るとですね、あの、その作品である一つのパーティション、一つの、あの、エンティティって一つのパーティションしか指してないので、えっと、一つの表パーティションにしかアクセスしないという作品が作ることができるようになります。すると、えー、何が嬉しいかっていうと、 えー、この作品、これらの作品っていうのは実はトランザクション系の、えー、で必要な作品の定義が全く同じものが使えるんですね。だから表のパーティションキーを含んだ、えー、作品にしなくちゃいけないみたいな制限がないんですね。ですから、えー、まあ大量アクセス系のためのパーティショニングと トランザクション系のための作品をそれぞれ独立して設計してデータの構造の重ね合わせが実は可能になっています。で、左側からのアクセス、えっと、これ SQL に表のパーティションキーを含んだ SQL なんですけども、こういうのは大量アクセス系のために表のパーティションキーをパーティショニングする、パーティションプルーニングを効かせるために表のパーティションキーを 設計すればいいですし、えー、右側、トランザクション系の場合、だから表のパーティションの切り方とは関係ない作品設計が可能になります。ですから、えー、表パーティションキーをわざわざこの作品列に含めるとか、そういう変な作品の定義とか、変な s q l を書かなくていいんですね。だからトランザクション系に必要な、えー、作品をそのまま定義してやればいいように。 なりました。で、また、あの、データベースシャーディングをちょっと吊るし上げることになるんですけども、あの、シェアドナッシングクラスター、特にこのシャード型っていうのは、あの、シャード間通信ができません。ですから、えー、作品の構造としては、あの、ローカルパーチン作品しか作成できないんですね。グローバル作品っていうのが、あの、作成できないです。ですから、 あの、シャードキーって言われてるのが、まあ、表のパーチションキー、かつプライマリーキーにしかならないんですけども、あの、なんかそういうあ一つの,あのシャードにアクセスできる、だからプライマリーキーが指定できるレあのような SQL だったらいいんですけども、あの、プライマリーキー以外の列を検索キーにしなくてならないようなやつだ、SQL が。 入っっててくると途端にになな処理になってしまうんですねですから、表の結合キーとあのプライマリーキーのパッチション設計をうまくできることが、シャード型のデータベースをうまく使うことのまあ必須の要件になってきます。でまた、クラスターアーキテクチャとデータ配置について、また同じスライド出てくるんですけども、何度でも言いますけど、ラックはあのデータモデルと 物理配置が全く結びついてないので、パーティショニングは必須ではないです。ですから、あの、先ほどのその、オラクレイトパーティション表で説明した表のパーティションは、あの、分析用のために設計すればいいですし、作品はトランザクション系のために設計すればいいです。それをそのまま配置できるっていうのがラックのアーキテクチャです。で、まあ、これに対してシャーディングの方は、 あの、ローカルパーチオン削減しか作成できないというアーキテクチャなので、あの、プライマリーキーとパーチオンキーが一致しているようなケースでないと使うのはちょっと厳しいですね。はい。で、あの、最初の方に出てきたスライドなんですけども、も元に戻ります。えっと、ラックは、あの、データモデルとクラスターノードが の構成が分離されてるんですけども、あの、本来のこのデータモデルとか SQL っていうのは、このアプリケーション開発で気にするべきのは、あの、この抽象概念のこのデータモデルと結果集合を定義する SQL であって、この実装であるクラスターの構成とかが本来影響すべきではないですよね。だから、クラスターの構成がこうだから、あの、こういう作品が作れませんっていう制限とか、本来、 えー、あってはならないあ。あるととても辛い設計が必要になることがありますね。で、ラックっていうのは、それが極力起こらないようになってます。ですから、この SQL インターフェースと、えー、データ構造、クラスターの構成っていうのがもう完全に分離できるっていうことを、えー、実現しているアーキテクチャですね。だから、これ、この概念を、まあ、シェアドナッシングで あの実装するというのはとても厳しそうですよね。ですから、オラクルってまあこういうコンバージドデータベース、マ,マルチモデル、マルチワークロード、かつクラスターでスケールアウトできるということをえまあ言ってるわけです。はい、また冒頭のえに戻りますけれども、オラクルデータベースはあのマルチモデル。 サポートしてますね。あの、まあ、リレーショナル以外のデータモデルをサポートしてますし、あの、まあ、マルチワークロードですね。を、えー、サポートしてますと。で、じゃこの話って、あの、オラクルは一個のデータベースに全部のアプリケーションのデータベースを詰め込めって言ってるのかっていうと、実はそうじゃないです。そんなことを言ってるわけではなくて、あの、例えば、だからデータベースを 分けるっていうお話ですと、まあ、あのマイクロサービスアーキテクチャとか出てくるんですけども、この話とコンバージドデータベースのお話っていうのは実は何も矛盾してないです。あのマイクロサービスアーキテクチャが言ってるのはあの、あくまでサービスごとにデータストアを分離するっていうお話であって、あのこれはだからアクセス協会のお話ですよね。で、だからそれぞれ1個の,そのマイクロサービス用のデータベースがあのマルチモデルとかマルチワークロードに 対応しているのと、そうじゃないのと、だと、あの当然ながらこの設計の選択肢の幅ってとても大きく変わってきますよね。例えば、位置情報を使ったアプリケーションを作りたいとき、座標の範囲を指定するスペーシャルのモデルと、例えばお店のデータを格納するリレーショなどの表が、これ当然単一のデータベースに入っていた方が あのアプリケーションの作りとしてはとても楽ですよね。まあ、そういうお話です。で最後あの、今時のハードウェアの物量のお話をもう一度ちょっと確認しておきたいんですけども、まあのまあ、エクサデータのお話あの、このセミナーの中で何回か出てきたんですけども、エクサデータのハードウェアって実はすごいってわけではないんです。どうすごくないかっていうと、 実は、市場で調達可能な部品のみで構成するっていうのが、初代エクサデータからのコンセプトです。だから、エクサデータ専用チップなんてものはないんですよね。で、えー、っと、エクサデータのこの、まあ、ラックの写真とか、あの、見たことあると思うんですけれども、一番左にあるやつですね。これって実は、だから、ものとしては42、42RU のラックに、 インテル G4 の2ソケットマシンがギチギチに詰め込まれてるだけです。はい、で、この 42U ラックにデータベースサーバー8台とストレージサーバー14台を詰め込んだのを、まあ、エクサデータフルラックって呼んでるんですけども、だから構成としては 1U、2U のサイズのインテル G42 ソケットサーバーとネットワークスイッチだけです。ね。 あの、ですから、クラウドを構成する部品っていうのも実はこういうやつですよね。で、だから、エクサデータがすごいのは別のハードウェアのスペックじゃなくって、こういう、えー、えー、物量の、えーたば、一つに束ねられる、まあ、ソフトウェアのインテグレーションが、あの、すごいんです。ですから、まあ、クラウドで、えー、構成するのも実はこう、クラウドの データセンターに入ってるのを、実はこういうラックが並んでるだけです。ですから、あの、小さな、あの、データベースを、あの、大量に分割して作り散らかすのが、果たして今後良いのかっていうと、これは、状況は変わってくると思います。なぜなら、このデータベースサーバーの一台の物量ってどんどんもう増えていく一方ですよね。だから、 データベースを分けて、その間を大量のデータを移動させるっていう使い方が、果たして合理的なのかっていうと、えーまあ、このハードウェアのトレンドからすると、あの結構無駄になってきます。ね。はい。まあ、あの、まあ、別に一つのデータベースに全部を詰め込めって言ってるわけではないんですけれども、あのわざわざ こんなスペックのハードウェアを使ってデータをトランザクション系から分析系に移し替えることがしなくてもいいような方法っていうのをマーラクルはご提供しているというところを今日覚えておいていただきたいです。はい。ご清聴ありがとうございました。本日の本編は以上になります。それでは クロージングをお願いいたしますはい、えー、皆様長い時間ですね、えー、お疲れ様でございました最後にですねクロージングとして数分間ですねお付き合いいただければと思います はい。えっ、ー、と、本日、えっ、ー、と、行いました講演資料ですとか動画を含めですね、過去のテックナイトのセッション資料ですね、こういった形でダウンロードし、えー、アクセスしていただくことができるようになっておりますので、えー、ぜひですね、えー、もう一回やっぱり見直してみたいなですとか、まあ、今日もかなりですね、えー、深い内容をやらせていただきましたので、えー、と、もう少し理解してみたいなというような、あの、形でもう一個見たいなという場合は、こういったところで、えー アクセスをしていただければというふうに思います。本日、えー、長い時間ですね、長時間ご参加いただきまして、どうもありがとうございました。えー、次回は4月13日ということで、えー、またお待ちをしております。どうもありがとうございました。